私の作品にはよく馬が登場します。まあ人間は作らないっていうことは何回も言ってるんですけども、椅子とかだけだと人間も作ったとしても不在というか、そっちの方が強くなって、まあそれでもいいんですけど、ちょっとやっぱり生き物の形を作って、まあ、生命体を自分の作品に取り入れたいと思った時に、まあ一番あの動物の中で形が綺麗かなとか、あるいは昔からギリシャもそうだし、中国の秦の始皇帝の兵馬俑もそうですけど、馬っていうのはまあ人間との関わりが強いんで、あと中国の世界でよく使われているモチーフだと思って、自分だけが考える馬じゃなくて、多くの人が考える動物としての、生き物としての、あるいは動くものとして馬をよく使うようになりました。好きに出すっていうのは、まあ、基本的には禅寺の庭をイメージして作ってて、例えば龍安寺の石庭の前に座っていろいろ考えを及ばせるというか、まあ、世界のこと、地球のことという大きなことだけじゃなくても人間のこと、あるいは自分の内面のことを考えるというイメージを持って禅寺の庭を前に座っている自分というようなイメージで作っています。円錐なんかは銀閣寺の銀砂山という庭があるんですけども、あれは砂で円錐の上が切れているような、結構禅寺の庭には砂で円錐を作っているのがあるんですけど、それにちょっとヒントを得て、円錐っていう形が非常に面白い、例えば方向性を示すこともできるし、やっぱり安定感と世界を表すモチーフになっているんじゃないかと私個人的には思っています。あと球体を組み合わせて自分の中の庭園をイメージして、それで、まあ、見ていただける人に体験、追体験をしていただけたら嬉しいな。